コーヒー桜の大西です。今回は台湾コーヒーのお話をさせていただきたいと思います。台湾コーヒーなんですけども、産地としてはですね、あんまり有名ではなくて、普通商社とかでもですね、取り扱いが普通ありませんので、当店でも、取り扱いはしておりませんでしたが、数年ほど前から、台湾のコーヒーの推進企画というものが台湾の方で行われまして、それに、その企画に、こう賛同しまして、台湾コーヒーをほんの少しなんですけども、販売させていただいたり PR をさせていただいております。で、今回ご紹介する台湾コーヒーなんですけども、先日、台湾の農園、その農園の方に行ってまいりまして、ちょっと簡単にですね、ご案内をさせていただこうと思うんですけども、今回お伺いしたところは、シャンヤンという、ところで、シャンヤンというところで、そこの方は、農園主の方はリンさんという林さんなんですね。リンさんという方なんですけども、3カ所、農地を持っていらっしゃって、その中に、92っていうその地区があります。で、92っていうのは九分二山というところで、山なんですけども、そこの、地域で栽培されているコーヒーです。で、今回はそちらにお伺いしまして、当店でも今、少しだけですけども取り扱いをさせていただいてます。で、そこでコーヒーが栽培された経緯を、簡単にご案内をさせていただきます。台湾コーヒーはそもそも戦前に日本が台湾を統治していたと言われるときに、50年間台湾を統治していたんですけども、50年のうち約40年間、台湾でコーヒーの栽培が、国の主導でなされておりました。で、その前は沖縄とか小笠原でもコーヒーの栽培はされていたんですけども、より台湾の方が栽培に適していたということもあったり、当時コーヒーを海外から、ブラジルとか海外から輸入する際に、やはり日本で栽培した方がコストが安く済むということもあって、国の主導のもと台湾でコーヒーの栽培がなされました。で、40年間といっても、細々とやっておって、ただ、昭和に入りまして、国がちゃんとした調査をしまして、で、その調査報告書も今も残ってるんですけども、その調査によると、例えば肥料がいくらだとか、栽培にはどんな品種が適しているかということをこと細かに、記録されておりまして、手書きで。で、この、予算とか、気候とかそういうことを考えると、台湾が適しているということで、これから、台湾のコーヒーを本格的に栽培しようということになってました。で、まだその当時はですね、まだ本当にごくわずかで、台湾のコーヒー栽培はごくわずかで、天皇陛下とかにも献上はされていたんですけども、これからどんどんコーヒーの、栽培を増やしていこうという時に、戦争が始まりまして、で、終戦となって、残念ながら台湾のコーヒー農園はそのまま放置されてしまいました。で、もう長い間放置されていて、何もこう管理がなされていなかったんですけども、台湾の方で、1999年、今から25年ほど前に大きな地震が台中の方でありました。台湾の真ん中のあたりで大きな地震があって、大きな被害が出ました。で、そこで、山がですね、結構崩れちゃったんですね。で、今回お伺いした農園でもやはり山が崩れてしまって、栽培していた作物が全部こう流れちゃったんですね。で、そこの農園主であったリンさんがもう本当にその農地がもうなくなってしまって、うなだれていたということをお伺いしました。で、そこにたまたま、コーヒーの木を発見して、すくすく育っていたのを見たんですね。で、それを見て、
なんかすごく希望が湧いてきて、でその木はおそらくですけれども、まあ間違い、まあおそらく間違いなく、ちょっとこれは絶対断定はできませんけれども、戦前に日本が、の政府の主導の下で、栽培を始めたコーヒーの、まあ、子孫だと思われます。それ以外にコーヒーをあの、まあ、栽培したという歴史がないので、おそらく、当時日本が、日本人、まあ、日本が栽培を始めていた時のコーヒーが残っていて、それがその、まあ、あの地震をきっかけに見つかった。で希望はそれを湧いてきて、じゃあこれからはあの今まではビンローという、まあ、台湾独の、まあ、こう国内で利用されているような、作物を栽培していたんですけども、これからはコーヒーだということで、リンさんはコーヒーの栽培を始めて、今はすごく立派な、コーヒー農園を経営されていらっしゃいますし、コーヒーショップとかも、経営されてますし、台湾の方でいろんなコンテストがあるんですけども、そういうのにも受賞されておられます。で、その時ちょうどですね、まあ、地震に合わせて台湾政府の方もその復興、その地震があった地域ですね、あの大きな被害が出て、やはり山崩れがいっぱいありましたので、これから復興していく際に何がいいかということを、まあ、議論はなされたそうです。でその時にやはりその今までの、台湾でのこう分、うん、伝統的なその作物や、お茶よりもこれからはコーヒーだということで、政府主導のもと、コーヒーの栽培を推奨していきました。で補助金をあの出したりだとか、あとは、コーヒーの豆の乾燥機を補助したりだとか、あと整地の費用を補助したりだとか、そういうこともバック政府のバックアップもあって、あの台湾のコーヒーが今20年ぐらい経つんですけども、だいぶこう良くなっているそうです。でやはりですね、まあ、台湾は、まあ、人件費が高いので、あの他のブラジルだとか、エチオピアだとかインドネシアとかと比べるとやっぱり気軽に飲めるものではないんですけども、まあ、台湾人のこう気質というか、そういうのもあって高品質なコーヒーが栽培されています。すごく丁寧に栽培されていまして、まあ、価格で、まあ、勝負、まあ、あのお値打ちな価格で勝負するのではなくて、品質の高いコーヒーとして、台湾のコーヒーの農園の方々は頑張っておられます。こういう歴史があるものを、まあ、ご紹介したいというのもありまして、まあ、本当に気軽には飲みませんけども、こういう、まあ、歴史があって、一生懸命、まあ、台湾の方々も、栽培されていますので、ご紹介をさせていただきたいと思っております。台湾のコーヒーはやっぱ先ほど申しました通りすごく高いんですけども、結構人気がありまして、台湾の国内でも販売はされていますし、カフェでも、提供されているんですけども、とても高いです。ですけども結構人気があって信頼があるんですね。トレーサビリティがしっかりしているというか、そういうものがあって、非常にこう盛り上がっているというか、人気がある商品となっていて、日本に入ってくるのも本当ごくわずかで、私の当店の方でも本当ごくわずかしか手に入れることはできませんけども、まあ、少し、味わっていただければと思っております。今回ですね、今月末に発売しまして、今ご予約を受けたまわっておりますので、もしご興味のある方は、本当ちょっと高くて申し訳ありませんけども、まあ、50g から販売をしておりますので、興味があればご予約の方をしていただければと思います。今日は台湾コーヒーの、まあ、歴史やら、まあ、栽培のこととかをお話をさせていただきました。何かご質問などございましたらコメント欄の方にお願いいたします。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。